足折れちゃったかな、ね、足が折れてしまっておりますけれどもね、ボロボロの個体をね、僕がね、拾ってきてパキパキに凍らせたんですね。もうね、卵も産み終わって、あとはね、お亡くなりになるだけっていう状態でね、うずくまっていたのでね、これはもうね、自然の摂理に従ってね、ましょう。行くよ。ファイヤー。ゴリッとな。ドスッ。ドスッドスッドスッ、あ、ガチガチに凍ってるね。ガチガチですね。これは硬い。あ、割れちゃったかな。ガチガチやで。はい、お腹スパッといきました。じゃあね、もう半分、このね、頭の方いきますか。頭の方ね、この線に従ってね、よいしょ、こっち行きましょう。この辺から行ったっけ、さっき。スパスパスパ。スパスパスパ。スパスパスパ。ちょっともう溶けてきちゃってるかな。あっ、さすがに頭硬いな。よし、綺麗にいったんじゃないでしょうかね、それなりにね。はい。オープンザプライス。オープンザプライス。お。うまく見えないな。あー、お腹が。お腹がちょっと割れちゃってますけれども。はい、皆さん。ちょっとね、やっちまいましたけれども。ね、ここが割れてしまいましたけれども、まあ、おおむねね、半分に切れたんじゃないでしょうか。見てください、皆さん、これ。卵だよな、これ。消化器官か。いや、卵だと思います。そして、このね、ここはね、首のところはね、もう本当にね、消化器官というか、もう、食道しかないみたいでね、結構ね、何も、あまりね、物質が入ってなさそうな感じになってますね。綺麗ですね。神経とか、首にはあんまり、神経とかしかない感じですね。そしてね、ここね、ちょっとした筋肉がありますね。羽を動かす筋肉。筋肉。マッソーですね。お願いマッソー、もっとモテたいってやつですね。でね、こっちの方に行くとね、やっぱりほら、交尾器とかね、よく見えますね。ちょっとね、うまいこと、お尻の方は見えないですね。お尻の方はうまく割れなかったんで、ちょっと切ってみますか。さんがカメラを持ったまま切っていくのが難しいな。では切っていきます。ハサミでね、ハサミでスパッといきたい。スッパリスパッとね。ほら、こんな感じですね。見えますか。これが交尾器と生殖器ですね。消化器官がこの、下の方にあるんでしょうね。で、背中の方に門脈ね。カマキリはゴキブリに非常に近い仲間なので、まあね、カマが生えて首の細くなったゴキブリだと思ってもらえればいいです。味もそんな感じらしいですね。このね、卵の詰まった身の部分がね、プリプリで美味しいらしいのでね、素揚げでさらっといただいていきますね。羽はむしった方がいいじゃみたいですね。うん、カマはね、せっかくだからね、そのままいきましょう。ほら、カマ見て、みんな、これすごいね、カニみたい。カマはカニですね、これはね。こっちのカマもカニみたいですね、ほらね。で、脳というかね、神経の塊がね、頭の上の方にあります、で、お口もね、お口も半分見えてますね。ほら、これがカマキリちゃんですね。カマキリちゃん、いや、美味しそうですね。じゃあ早速ですけどね、食べていきましょうか。食べる前にね、食べられないこの羽とかはね、取ってしまいましょう。ほら、ここが黒いのがオオカマキリのね、証拠ですね。胸赤、腹びろとかね、そういうのとは違いますね。こっちがね、赤くないのもそうですね。じゃあ、ここ、取っちゃいます。ブチッとな。ブチッとな。あー、体がもげてしまったね。ブチッとな。よいしょ、バラバラになってしまいました。こうやって見るとね、ほら、触覚のあたりとかね、ゴキブリっぽい感じがね、羽の感じとかね、ゴキブリは、モウシモクとか言ったかな？どうだったかな？網目状のね、羽を持ってますね。はい。カマキリちゃん。ね、足も取っちゃいます。足もね、美味しくないのでね。よいしょ。足も取ってしまいます。
よいしょ。ほい。カマもね、あんまり美味しくないらしいんですけどね。あんまりね、食べるところがないですね。よいしょ。ちょっと切ったのをくっつけますか。ここをね、くっつけて、トントントンと。ね。でね、ここを持って、そうですね、お腹をね、バリッとやるのが、通らしいですね。うん。じゃあね、ここも取っちゃいますか。はい。加速部分が少なそうなのでね。なので、カマキリのお腹だけ食べていこうと思います。2、1でいきますよ、皆さん。3、2、1、パブ!いい音ですね。いい音で、パチパチと。危ない!危ない!ちょっと跳ねてる。危ない!危ない!ちょっと危ない。あー、平和ですね。今カメラを止めた瞬間にバチンって跳ねましたね。危ない危ないですよ皆さん。これわあ、すごいいい色になるね。ほらほらほら、いい感じですよ皆さん。はい、揚げ上がりました。見て、キティちゃんのお口になってますねこれね。ほら、かわいいですね。ほら見て、カニみたいじゃないね。色も変わってさね、触った感じもカニっぽいですね。じゃあ早速ね、半分食べていきます。美味しそうですね。いただきます。うん。あ、これはうまいわ。みんなカマキリ食べた方がいいよ。カニだ、カニ。カニです、これ。うん。手羽先のようにいけるね。うん。あ、これはうまい。肉がしっかり詰まって、風味はカニ。っていうかこれカニで通用するんじゃないかな。殻の柔らかいカニの一部ですって言われて出されたらね、信用して食べちゃいそうなぐらいね、カニですね。あ、喉かゆい。僕ね、甲殻類アレルギーなんですけど、うん、美味しいから食べちゃうんですけどね。エビカニアレルギーなんですけどね、美味しいから食べちゃうんですけど、これカニですね。